フレデリック・チャールズ・ハッチンソンは、アメリカ合衆国、ワシントン州シアトル出身の元プロ野球選手、監督。右ト左ヒ1939年にデトロイト・タイガースでメジャーデビュー。1941年は、代打で2試合出場をしただけで、翌1942年より4年間海軍に従軍した。1946年にタイガースに復帰後、 実質10年間で通算242試合に登板し、96勝75敗の成績を残した。スピードはなかったが、頭脳的な投球で復帰した1946年から1951年にかけて6年連続で2桁勝利を挙げていた。1952年も投手として登板していたが、途中から兼任監督に就任し、 選手としては1953年に引退、監督専任となってからは、翌1954年まで務めた。1955年は、生まれ故郷にあるパシフィックコーストリーグのシアトル・レニアーズで監督を務め、優勝に導いた。1956年からは、セントルイス・カージナルスの監督に就任し、1958年終盤まで務めた。 1959年7月8日にシンシナティレッツの監督に就任。前年勝率438のチームを率いて39勝35敗の好成績を収めた。1961年には1940年以来21年ぶりのリーグ優勝をもたらした。1964年はシーズン途中まで指揮をとっていたが、ハッチンソンは 前年12月にガンと診断されており、苦痛に耐えながらも指揮をとっていたという。シーズン終了後の10月19日に翌年以後も、監督として再契約を結んだが、それから間もない11月12日に、フロリダ州の病院にて45歳で死去した。ハッチンソンのレッツ在籍時の背番号、1。シンシナティレッツの永久欠番に1 9 6 4年、指定。 レッツはハッチンソンがつけていた背番号、一応、新ィレッツ初の永久欠番に指定しているが、指定日は再契約を結んだ1964年10月19日となっている。また、翌1965年、ハッチンソンの功績と彼のファイティングスピリットを称えて、ファイティングスピリットと競争意識を持ち、逆境を跳ねのけて、ファンに勇気を与えた選手に贈られる。 ハッチ賞が制定された。死後11年経った1975年には、ハッチンソンの故郷、シアトルに、フレッド・ハッチンソン・ガン研究センターが設立された。ありがとうございます。